勇者味で最新環境ぶっ壊すぞ。というわけで勇者のアイルです。今日は見ての通り勇者味でチャンピオンリーグで6億点出したります。やったる。この編成の元となった編成はジャングルポップコーンですね。バトン前でいい感じに距離稼いでポップコーンで巨大クマゼリー地帯を2回通ってバクスコア獲得。バクスコア、コナミ感。というのもポップコーンの能力はゼリーや障害物を変化させるものなんだけど、巨大クマゼリー地帯で強度発動すると6000万くらい獲得できるんだよね。バトン後の能力発動でそれはやばい。しかもその地帯を2度通るから1億超えだね。そこら辺にも注目してみてもらえたらなと思います。で、今回は勇者がバトン前なわけだけど、なんか最近出番多い気がするね。勇者味はマグマフェニックスと合わせるとめっちゃ能力発動するし、めっちゃ距離稼げる。このポップコーン編成はバトン前である地点まで走ることが前提条件っぽいので、勇者くんは責任。それに思ったよりもスコア出てるんだよね。すごいぞ、勇者くん。でも見ての通りゼリーの取り逃しが深刻なので、この速度に慣れるのはなかなか大変。お見苦しい動画になってしまい申し訳ない。一応勇者くんが倒れるくらいには走り込んだんですが、高速ダッシュ時の挙動はよくわかりません。ちなみにジャングルポップコーンの派生系には円の精霊使うのとアンパイアを使うのがあるみたいですが、どっちも難しそうですよね。なので勇者くんを使ってみました。スコアで言うと炎の精霊が6億4000万、勇者が6億2000万、アンパイアが6億くらいだったと思います。このステージ逆連で6億3000万出せるので、微妙ですね。結局難しいのは逆レモンも勇者も同じなので、逆連でいいかなと。仮にジャングルポップコーン成功しまくれる人がいたとしても、逆連持ってないと他のステージで負けるので、逆連持ってない人におすすめ、とは言えないかな。ちなみに5時気づいたけど面白いのでそのままにしました。逆レモンってなんだよ。逆人のレモンが集まって逆連となるのだ。同じクッキー何体もいることあるしいないこともあるよね。あの差は何なんだろうか。プリン兄弟に注目したストーリーとか見たいよね。最近夕焼けを浴びながらおしっこしてたら、少し哲学的な気持ちになった。この世界は本物なのだろうかと。あ、そんな話をする前に、この編成でやるべきテクニックを解説します。まあこの辺までは普通に走ってたらいいんだけど、バトン前にバリア割る必要があるので、バトンタッチ前にはバリアを維持してること。まあぶつからずに走ってたらオッケー。そんでバトン前の高速ダッシュ地帯、2個目の高速ダッシュだけを取ってあとはスライド。この辺はその時になったらまた言うけど、ポップコーンはクマ地帯で全部ポップコーンにして全部回収すること、それくらいかな。まあ慣れると簡単、ミスるから自分は回数詰めなかったけど、それにダッシュが何度も起きるのいいよね。マグペミダッシュからの勇者ダッシュからの地図ダッシュからのステージダッシュ。そんな場所あったっけ？知らない。それでおしっこしてたら超感覚的な何かが起きて、脳内に宇宙が広がったよね。まあそんなことどうでもいいや。話すことなくなった時用のメモ帳に書かれてたけど、その体験談から何をどう話を広げればいいんだ。ちなみに復活時の場所が走ってるうちに違ったりするけど、その後ダッシュの関係で最終的に倒れる地点は同じになるから気にしなくていいかも。多分そう、きっとそう。自分の発言は参考程度に聞いてほしいから、いつも多分とか思うとかつけてるんだけど、これ聞いてる側からするとうざそう。でもうざいと思う人は人に期待しすぎてる気がする。期待というか責任というか、他人を過信しすぎてるというか、無責任に頼ってるというか、最近質問されまくるからよく思うんだよね。自分の答えを飲みにされて、アイルンのせいにされると怖いなって。もちろん質問には真摯に答えてるし、適当な時もあるんだけど、鵜呑みにされると荷が重いというか。アイルンも全知全能じゃないからね。ほんと参考程度に留めておいてほしい。アイルンを信じるかどうかは自己責任でおなしやす。アイルンは自分を信じてほしくないよ。信じてもらった方が動画投稿者としては都合がいいんだろうけど、別にそんな意識高く持ってるわけじゃないし、一人の人としても右心されるのが怖いよ。気がついたらバトンしてたけど、さっきの動き見てたらわかる通り、最初はスルーして2個目の高速ダッシュ取って、あとはスライドだね。そしたらちょうどポップコーンででかくマゼリー地帯になるから、一気にスコア獲得大。個人的にバトン後がしんどいんですよね。というか王国の後半が苦手だから、バリアあっても何度もぶつかってミスって。この動画ギリ6億届かないんですが、届いてない理由も明確でして、見てたらわかるんだけども、再走してないのは許してほしい。あとなんか勇者くんって他のクッキーより違和感ある。操作時の話ね。ガシャンガシャン言ってるせいなのかな。なんか微妙に操作しづらい。そしてポップコーンの能力も慣れない。ポップコーンの編成早く終わらないかな。円満解決のためにポップコーンをバトン前用に強化調整すればいい。ポップコーンは難しいのだ。上手い人用クッキーだよね。なんか上手い人と比べてスコア出ないんだよね。ポップコーンの能力の仕様もいまいちわからない。そしてここから高速ダッシュ地帯入って、この後にクマ地帯あるんだけど、緊張しまくってたせいで、こうなりました。ジャンプしすぎ。っていうわけで、あそこポップコーンにできてたら6億でした。